2014年のユーラシア経済共同体、ユーラシア経済共同体と、集団安全保障条約の首脳会談2001年5月31日のユーラシア経済共同体サミットユーラシア経済共同体とは、ロシア、ベラルーシお及び中央アジアの4カ国からなる経済共同体である。2000年10月10日にカザフスタンのアスタナで創設条約を調印。 ロシアのドミートリー・メドベージェフ大統領は2008年12月25日、ベラルーシ、カザフスタンと共同市場を創設すると発表したが、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が難色を示したことで、創設は2012年1月1日に先送りとなった。2010年1月1日に、ロシア、ベラルーシ、カザフスタンとの間で、ユーラシア関税同盟が発足した。 2011年10月3日、プーチンは、ベラルーシ、カザフスタンを構成国とする、新たな連邦国家、ユーラシア連合の創設を提案した。プーチンは、ユーラシア連合を、ソ連の最適地と呼び、普遍的な価値として、自由民主主義や市場経済を否定しないとした。同年11月、ユーラシア経済共同体の最高意思決定機関で、ある国家間評議会は、 最高ユーラシア経済評議会、関税同盟委員会は、ユーラシア経済委員会に解消された。2015年1月1日、ロシア、ベラルーシ、カザフスタンで構成される、ユーラシア経済連合が発足し、翌2日にはアルメニアが加盟した。英語発足に伴い、域内の経済統合の推進母体となっていた、ユーラシア経済共同体は、活動を終了した。 テクニカルレギュラシオン遵守を条件に e クマークを付け、製品を流通させることができる。ありがとうございます。